司法試験っていうのは小学生の頃からなんかこう、まあ、目指していたものなので、無事に合格できてほっとする気持ちと、あとは今まで応援してくれた周りの方々に合格っていう報告ができてすごくほっとしています。大学1年生の頃は、学内の講座を取っていたんですけれども、周りに放送志望者が少ないっていうこともあって、ちょっと自分自身あんまりやる気がこうちゃんとなくって、もうそろそろしっかりしなきゃいけないなと思って、大学1年生の終わりに同塾に入塾することになりました。合格者数が圧倒的だったので、その合格者の方がやっているような同じ勉強をすれば自分も受かるのではないかなと思って同塾に入塾したのと、あとは早めに入塾した友人がめきめきとこう力をつけていたので、同じようにやれば自分も同じようにこう力がつくんじゃないかなと思って同塾を選びました。やっぱ予備試験は司法試験と違って下4法も担当があると思うんですけど、この知識をこう、頭の中に詰め込むので、それがこう論文を解く上ですごくこう役に立ったなということが結構ありました。そうですね、伊藤塾の講義ではやっぱり押さえるべき重要な点っていうのを先生方がしっかりと示してくれるので、こう勉強で迷子にならないなっていうのはすごくいいところだなというふうに思っています。やっぱ伊藤塾は周りに放送志望者がいっぱいいて、あと優秀な方もたくさんいる中で勉強ができるので、自分の立ち位置も把握することができますし、自分も頑張んなきゃっていうふうに奮い立たせられるところですかね。やっぱ論文マスターが始まってからは全然自分論文が書けなかったんですけど、でも周りの優秀な方たちはもうなんか論文がもうある程度書ける状態になっていて、なんかその差をこう目の前で見て、なんで自分はこんなにできないんだろうっていうふうに思って、ちょっと一旦こうくじけそうになったんですけれども、やっぱりなんかそういう時に私は本当に法律家になりたいのかっていう、その初心に帰って、やっぱり自分は法律家になりたいからここで諦めちゃいけないっていうふうにもう一回こう持ち直して、そこからはもうなんかまあ今書けなくても司法試験当日に書ければいいやっていう風に前向きに捉えて、とりあえず目の前にあることを淡々とやっていきました。受験する法科大学院の過去問と、あとは伊藤塾のテキスト、例えば基礎ちょっと分からないところは基礎マスターテキストに戻ったりして、あとはメインは論文の対策になると思うんですけど、論文は文献のテキストをこう何度も何度も繰り返すということをしていました。実際やっぱり問題研究的文献のテキストがやっぱりこう役に立ったというか、書き方の面でもそうですし、知識の上でもすごく役に立ったなというふうに思っています。前まではできなかった問題が解けるようになった瞬間だったりとか、あとはロースクールに通っていたので、同じ目標を持った友人たちとこう毎日切磋琢磨しながら、ああでもないこうでもない議論を交わしながらこう勉強できた瞬間はすごく楽しかったなというふうに思っています。多分勉強を続けていくと、何かしら壁にぶち当たると思うんですけれども、その壁からは逃げずにというか、その壁を乗り越えたことが今度は自分の自信になって、この先自分をこう奮い立たせてくれると思うので、目標に向かって頑張っていってほしいなというふうに思います。緊張の中ありがとうございました。ありがとうございました。